台湾で生活されてて、なんかどうですか？楽しいですか？台湾楽しいですよ。なんかいろいろ聞かれるんですけど、なんか日本に帰った時とかに初めて、あ、台湾ってすごいなって思うことが結構あって、例えば台湾の人すごい優しい。なんか東京から行った時もエレベーターにすっごいサラリーマンの列ができてて、で結構子供小さい時に抱っこ紐とベビーカーで押して、サラリーマンの列の一番後ろでめっちゃ回ったりとかして、台湾だったらなんか駅の係員の人が、あ、こっちこっちこっちって言って連れてってくれたりとか、誘導してくれるんですか？とか、本当に私がなんか、あ、子供小さい時抱っこしてて、でエスカレーターでいいやって言って乗ろうとすると、見ず知らずおばあさんが、え、あっちにエレベーターあるから乗りなって言ってくれたりとか、そういうことが当たり前すぎて。でもなんか意外な愛子さんのその、はい、内側から来るなんか性格を知って、はい、なんかものすごい台湾の生活に合ってるだって、ね、合ってるんですよ。合ってると思います。はい、あとなんか旦那さんとの、はい、そのギャップもなんかすごく素敵で、そうですね、はい、楽しそうですね。そうですね、うまくやって